どうも、皆さん、こんにちは、ケンです。今回紹介するのは、薪ストーブなんですけれども、この薪ストーブ、本体と煙突込みの総重量の重さが 1.3kg と、もう異次元のめちゃくちゃ軽い薪ストーブなんです。まあ僕調べなんですけれども、今日本で売られている薪ストーブの中で、一番軽い薪ストーブが確か 2.1kg だったんですよね。で、しかもそれ、本体のみで 2.1kg なんで、プラス煙突とかしてたら多分 2.5 とか 3kg 近くなると思うんですけども、今回紹介する薪ストーブは3つの大きさがあるんですけども、この一番小さいのと、この煙突込みで 1.3kg です。一番大きいこの薪ストーブでも、これ本体と煙突込みで 1.5kg という、おそらくですけれども、今日本で売られている薪ストーブで一番軽いであろう薪ストーブを今回紹介したいと思います。今回紹介するこの薪ストーブを作っているメーカーは、あのシマロンやこのレッドクリフを作っているシークアウトサイドというアメリカのメーカーです。ナショナルジオグラフィックが選ぶアドベンチャーズオブザイヤー2014を受賞した、このシークアウトサイドの公式アンバサダーを務めるデイブさんとエイミーさんは、アマゾンから北極圏まで過酷な環境下をカヤックやカヌー、犬ぞりなどを駆使して旅してきました。そんな彼らはシークアウトサイドのこのティピーテントと、今回紹介するこの薪ストーブを使いながら世界中を5万キロ以上旅してきました。今回はそんな彼らが実際に使用していたこのシークアウトサイドのチタン製ポータブル薪ストーブを紹介したいと思います。ということで、今からこのシークアウトサイドのチタン製ポータブル薪ストーブを紹介していくんですけれども、まずはこの薪ストーブの特徴をさらっと紹介したいと思います。一つ目の特徴は小さいということです。この薪ストーブはポータブルチタンストーブという商品名です。その名の通り、パーツをすべて分解してリュックサックに入れたり、自転車やバイクでも楽々持ち運べる大きさまで小さくすることができます。2つ目の特徴は軽いということです。他社製品の薪ストーブのほとんどが 10kg 近い中、今回紹介するポータブルチタンストーブは全てのパーツを合わせたとしても、重さは M サイズで 1203g、 L サイズで 1319g、 SXL サイズで 1434g と、もはや薪ストーブの重さではないほど軽いストーブになっています。3つ目の特徴はオプション品が多数あるということです。チタン製のスノーキャップをつければ雨や雪を防ぐこともできますし、テントへの火の粉が心配な方はスパークアレスターウルトラという標準装備のものよりも強力なスパークアレスターが発売されています。一番おすすめしたいオプション品はユーティリティプレートです。これは薪ストーブを購入した方は全員買うべきレベルでおすすめな便利なプレートです。このユーティリティプレートについては後半に実際に使用してみます。4つ目の特徴は煙突が薪煙突であるということです。このチタン製薪ストーブは1枚のチタンの薄い板を丸めて煙突にします。巻く手間はかかりますが、掃除や手入れが楽で、煙突内にこびりついたクレオソートやすす、タールなどに直接アクセスできるので、常に綺麗な状態を保つことができますし、それによって煙突効果やドラフト力を常に高い状態に保つことができます。5つ、この動画を見ている皆さんは、シークアウトサイドのシマロンやレッドクリフの動画はご覧になったでしょうか。これらのテントは重さ 1.3kg と 1.8kg とめちゃくちゃ軽いにもかかわらず、シマロンで最大4人、レッドクリフで最大6人までが寝られるほど大きなテントです。これらのテントの紹介動画は以前アップしたので、気になる方はご覧になってください。シマロンやレッドクリフはあらかじめストーブジャックがついています。このストーブジャックがついているのは地面から 1.5m から 1.8m 付近とテントのほぼ頂上付近です。この付近の煙突の温度は約100度程度なので、ストーブジャックが溶けることはありません。シマロンやレッドクリフとこの薪ストーブを組み合わせれば、ストーブジャック付近を守る煙突ガードなども必要ありません。この薪ストーブはポータブルがゆえに弱点がいくつかあります。一つ目の弱点は、この薪ストーブはチタン製の極薄なものが使われているため、家に設置している鋳物の薪ストーブやキャンプ用のステンレス製の薪ストーブと比べると蓄熱性がありません。ストーブの中の火が消えてしまうと本体も途端に冷え切ってしまいます。しかし逆を言うと、火を入れてない状態から本体が温まり調理できるまでの時間はほんの数分なので、すぐにテント内を温めたいときは薄い方が有利です。2つ目の弱点は、今回紹介する薪ストーブは小さなものなので、入れる薪も小さなものしか入れることができません。 M サイズの奥行きは 26cm なので 25cm までの薪、L サイズと SXL サイズのものは奥行き 36cm なので 35cm までの薪しか入れることができません。3つ、組み立てに超ネジを使用します。この部分4箇所にネジがあるため、クッカーなどを置くときに邪魔になってしまいます。天板全体を使うことができないので不便に感じてしまいます。このチタン製薪ストーブは極薄なため、
ストーブ内部の温度がほぼダイレクトに天板へと伝わります。そんな超高温ではあらゆる食材が一瞬で焦げてしまいます。薪ストーブはガスのように天板の温度調節は容易ではありません。そんな時フライパンをこのようにネジの上に置いてあげれば食材が焦げつくのを防いでくれます。またオプションのユーティリティプレートを使えばこの問題を解決します。4つ目の弱点はこの薪ストーブは軽量化を目的とした薪ストーブです。それこそカヌーやカヤック、犬ぞりで旅をしている人に向いたものです。軽量化には成功している反面、組み立てが必要だったり薪煙突を巻くのが面倒だったり 100% の密閉が保てなかったりとポータブルならではのデメリットがあります。例えばこの薪ストーブは煙突をつけると自立しません。あまりにも軽すぎるので風で倒れてしまいます。また設置中も薪などが当たるとずれたりと軽いが夢のデメリットがあります。しかしそういったデメリットよりも軽さや小ささを求める人にとっては他に選択肢はないと思います。最後の弱点は薪煙突を巻くときに音が出るということです。煙突を組み立てるときや収納するとき結構大きな金属音がするので真夜中のキャンプ場や早朝だと迷惑になるので煙突を巻くときの音を考慮して動くといいと思います。ということで早速シークアウトサイドのチタン製ポータブル薪ストーブを詳しく見ていきましょう。付属の収納袋はペラペラなものではなくしっかりとしたものが付属しています。専用の袋なのでボルトなどを固定するマジックテープが付いておりとても使いやすい収納袋です。収納袋は M、L、SXL サイズ全て同じものが付属しています。全パーツと収納袋を含めた重さは M サイズが 1360g、 L サイズが 1474g、 SXL サイズが 1589g です。M、L、SXL サイズの違いはこんな感じです。検討している方は一時停止して参考にしてください。収納時の大きさは横 44cm、 縦 32cm、 一番厚いところが約 11cm でした。煙突が薪煙突なのでどうしても煙突の部分だけぽっこりしてしまいます。付属品は本体の板が6枚、調ネジが8個、ボルトが4本、ストーブの足が4つ、スパークアレスター、収納袋、薪煙突です。薪煙突は 7.5フィート、つまり 229cm。 今回高さ 208cm のレッドクリフで 7.5 フィートの薪煙突を使用してみるとこんな感じになりました。薪ストーブ自体の高さが約 30cm あって、それプラス 229cm なので煙突の高さは約 260cm 近くになります。 7.5 フィートは 390g でした。早速薪ストーブを組み立てていきます。6枚の板を組み合わせて1つのボックスにしていきます。直感的に組み立てできるので特に難しい組み立てではありません。薪ストーブの壁に当たる4枚の板の内側にこのように差し込み口があるので、それぞれ差し込んで漢字の口の字にします。そこに床と天井をかぶせます。床と天井に穴が開いているのでボルトを通します。このボルトを通す作業は少し面倒ですが、慣れればスッと穴に通せるようになります。ボルトを通した後底面側からと天井側から調ネジで固定してあげます。最後に足を設置してあげれば本体は完成です。この足はボルトに差し込んであげるタイプなんですけど、どこまででも回り続けるので少し不便に感じます。ダンパー付きスパークアレスタを差し込みましょう。スパークアレスタとは薪ストーブ内部の火の粉が煙突内に入るのを防ぎテントまで飛ばないようにするものです。ダンパーとは煙突の排気量をコントロールすることで火力などを調節するものです。 M サイズのダンパー付きスパークアレスタと薪煙突は2021年から発売されるものからこちらのより小さいものにアップグレードされるそうです。次に薪煙突を巻いてみます。ここで注意点です。薪煙突を巻くときに 150% の確率で指を切ります。必ず手袋を着用して巻いてください。薪煙突の構造はシンプルで、縦に長いチタンの薄い板を巻いて輪っかで固定し煙突の形にするだけです。新品の状態の煙突は癖がついておらず、初めてで一人で綺麗に巻くのはほぼ不可能です。一人で巻くとこのようにベコンベコンしてしまい跡がついてもう綺麗にはなりません。気になる方は最初だけは複数人に手伝ってもらい綺麗に巻いてみましょう。巻いた煙突をスパークアレスタ付きダンパーに差し込みます。シークアウトサイドに問い合わせたところ、煙突を中に入れるのが正しいそうです。僕は煙が漏れてきてしまうのではないかと思い、スパークアレスタにかぶせるようにして使用していましたが、中に入れないとダンパーの微調節ができないため中に入れる方が正解です。薪煙突を中に差し込んでも煙突の方に煙が引っ張られるので煙が漏れてくることはありませんでした。これでポータブルチタンストーブの完成です。
今回使用するテントはもちろん、同じくシークアウトサイドのレッドクリフとシマラも使用します。レッドクリフのストーブジャックを開けて、中からズボッと薪ストーブを設置してあげるだけで設置完了です。この薪ストーブはシマロンやレッドクリフで使用することを前提として作られているので、テントのストーブジャックに設置すればがっちり固定されるので倒れてくることはありません。もちろん他のメーカーさんのテントにも設置可能です。先にも述べましたが、普通テントに薪ストーブ設置する場合、煙突とテントが触れないように煙突ガードなどを設置する必要があります。シマロンやレッドクリフを使って薪ストーブを使うと、ストーブジャック付近の煙突の温度はストーブ本体から1メートル以上離れているため、超高温になることがないので、煙突ガードなどを設置する必要がなく、そのままで使用可能です。ということで早速ポータブルチタンストーブに火を入れてみたいと思います。まずは燃えやすい針葉樹に火を入れます。ドラフト効果が働き、煙が室内側には漏れてきません。ここで扉をはめ込みます。扉はチタンの薄い板1枚でできており、構造はとてもシンプルです。扉を開けて空気を取り込み、火力を上げることもできますが、下部の空気取り込み口から空気を取り込むこともできます。ストーブ内に火が回り、温度が十分上がった後に広葉樹の薪を入れましょう。広葉樹は火がつきにくいため、広葉樹を入れた後に火が消えないように注意しましょう。時間がなって広葉樹がボロボロになってお気になったタイミングで次の広葉樹を入れるといいと思います。ちなみにこの部分の持ち手は熱くはなりませんが、こう引っ張るときはいいのですが、こう引っ張るときドアに指が当たってしまうことがあるので、なるべく手袋をするか、もしくは細い薪でささっと開け閉めするのもいいと思います。小さな薪ストーブですが、火を焚いているときは M サイズの薪ストーブでもシマロン全体を温めることができます。L サイズ、SXL サイズであれば、レッドクリフサイズでも余裕でテント全体を温めることができます。ちなみに薪ストーブを一晩使用してみた結果、 SXL サイズで広葉樹の十分な置きを作り、その後広葉樹を2つ入れて十分火が回った時点で夜の1時13分に吸気口を閉め、ダンパーを閉めた結果、朝7時30分まで置きが残っていました。朝7時30分の時点では薪ストーブはほとんど熱を発していませんでしたが、沖に空気を吹き込み薪を入れてあげればすぐに火を焚くことができました。では先の条件で一体どれくらいストーブは温かいままなのか実験してみたところ、おおよそ4時間はストーブから熱を発していると思います。この数字はあらゆる条件で変わってくるので、あくまでも参考程度に留めてください。薪ストーブの天板では調理が可能です。今回薪ストーブでスパイスから作るカレーを作ってみましたが、焚き火台のごとくや小さなガスバーナーではなく、4つの足でしっかり地面に設置している薪ストーブの天板で調理したので、とても安定しており、 1.5 リットルのカレーを作ってみましたが、こぼしたりすることなく安定して調理することができました。今回カレーで使用したのは SXL サイズです。この天板の調熱は溶接したり何かしら工夫次第で、このようにほぼフラットにできると思います。これについては僕も今研究中です。オプションのユティリティプレートを使用してみましょう。これはこのように薪ストーブの足の部分に設置することで、オーブンにしたり横につけてサイドプレートにすることができます。高さを任意の場所で調節することができるので、ピザでもグラタンでもどんなものでも調理可能です。オーブン機能がついている薪ストーブはたくさんありますが、高さを調節できるものは珍しいのではないでしょうか。サイドプレートは触れるくらいの暖かさなので、テーブルとして使用したり、暖かいものの保温には十分な暖かさです。またユーティリティプレートはこのように地面にべったりと取り付けることができます。これは薪ストーブが雪に埋もれないためにするそうです。積雪が多い場所では地面まで掘ることができない時もあると思います。そんな時、先の尖っている薪ストーブを雪に置くと刺さってしまいます。それを防ぐのに使えるそうです。皆さんは薪ストーブの煙突の中を見たことがあるでしょうか。煙突の中は真っ黒で、すすのようなものがこびりついています。タールやクレオソートと呼ばれるもので、水流や細長いたわしのようなものではとても落とせるものではありません。しかしこの薪煙突であれば、直接この汚れにアクセスすることができるので、ヘラなどを使って削ぎ落とすことができます。汚れが蓄積し、煙突内の内径が狭くなると煙突の能力が下がり、ドラフト効果は小さくなります。薪煙突は巻いたりする手間がかかったりしますが、定期的に掃除できるので、薪煙突はメンテナンス次第では長く使えるものではないでしょうか。ほいとこでかかったでしょうか。シークアウトサイドのチタン製薪ストーブの紹介でした。動画終わる前に皆さんにお伝えしたいことがあります。今回紹介した薪ストーブは、あらゆるキャンプ道具の中で一番取り扱いが難しいキャンプ道具だと思っています。薪の量、薪の質、薪の湿気具合、空気の吸入量、空気の排出量、ストーブ内の温度など、薪ストーブっていうのは様々な要因が複雑に絡まり合って
化学反応でこういろいろこうわーってなってる感じなんですけれども、例えば煙がこの投入口から室内で逆流してくるのであれば、ストーブ内の温度が低いからだとか、薪が一瞬で燃え尽きてしまうのは、例えば針葉樹しか使ってないからだとか、広葉樹を使っているのにすぐ燃え尽きてしまって長持ちさせることができないのは、まあ、空気の量が多いからだとか、薪ストーブっていうのは様々な原因とか要因があって、その結果こうなるみたいな感じのが結構決まっているので、それをしっかりと理解しないと、使いこなすのが難しいキャンプ道具です。そういったところが面白いキャンプ道具はあるんですけれども、薪ストーブに関しては、一酸化炭素中毒とか、まあ、火事とか、生死に関わってくるキャンプ道具でもあるので、本当にキャンプ道具の中でも特に難しい、道具だと思います。実は僕かなり昔に、安い薪ストーブを紹介したことがありました。その結果安いから買ったっていう人がたくさん出てきたんですよね。実はそういった方たちは薪の種類も知らなかったり、そこら辺で拾った木の枝とかで、薪ストーブ使ったらしいんですけども、煙は室内に充満するわ、すすはつくわ、薪はすぐ燃え尽きてしまうわで低評価ですみたいなメッセージ結構何件が来たんですよね。なのでこの動画でははっきり言わせてください。薪ストーブを使いこなすのはとても難しいです。特に今回紹介したこの薪ストーブっていうのはポータブル薪ストーブなので、この炉内が小さいからたくさんの薪を入れられなかったり、組み立て式の薪ストーブなので構造上 100% の密閉ができなかったりと、ポータブルではない普通のキャンプ用薪ストーブよりも扱いが難しいと思います。この動画がきっかけでこの薪ストーブを欲しいと思ったかもしれません。しかし基本的な知識があるのかないのであれば、検索して勉強したり、本屋さんに行って薪ストーブの本を買ったり、購入後に実際火を入れて研究する時間があるのか、そして薪ストーブを理解する気持ちがあるのか、そういったことも含めてぜひ検討してみてください。僕自身も、キャンプ用の薪ストーブに関してはもう毎日が試行錯誤の連続で、まだまだ全然勉強している段階なので、いつかこうノウハウが溜まったらまた動画にしようかなというふうに思います。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。詳しい購入先などは概要欄の方に貼ってるんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わります。ではまた。